皆さんどうも、はじめまして、スラウィーと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日子供続きでね、ちょっとやりづらいんですけど、急におっさんが来たんでね、ちょっと誰がおっさんやねん。いや、おっさんでしょ。俺が俺だけ。あ、すいません。改めて自己紹介したいと思います。僕たち大阪を拠点に活動しているスラウィーと言います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。スラウィーのトモと言います。よろしくお願いします。はい、そして僕はスラウィーのマサと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ちょっとまあ今日はね、ラスト1曲になるんですけど、1曲だけ歌わせていただきたいなと思います。それで笑顔という曲なんで、よかったら皆さん手拍子いただければなと思います。それでは聴いてください。笑顔。その笑顔をなくせるように、いつまでも守ってあげる。お願いします。何もかもが嫌になる、そんな時は少し頭リセットして休めばいい。心に隠れてる闇を光に変えるから、そばにいるよ、一人じゃない。さても差し伸べて、その Yeah.
がとうございました。はい、スロービン出ます。ありがとうございました。ありがとうございました。ヒロシありがとうございました。ありがとうございました。ラストを飾ってくれたのはここだけ男2人でしたね。スロービーの2人でした。ありがとうございました。大阪を拠点に活動する2人組ボーカルユニットということで、今年は年間150本のライブ達成を目標掲げてるってことなんですよね、スロービーの2人は。はい、はい、そうです。今何本ぐらい行ってます？今ね、約40本だいぶ頑張らなあかん感じですけど、はい、もう後半ダッシュで頑張っていただきましょう。さあ、ではこのキッズ歌とダンスのステージ、はい、見せてくれました。グループの皆さん迎えていきましょう。はい、皆さん拍手でお迎えください。可愛かった、みんなほんまに素敵でした。はい、じゃあ順番にご紹介していきますからね。はい、まずは一組目で登場してくれたのはピンクブロッサムの2人です。はい、じゃあちょっと前にぴょぴょって出てくれるピンクブロッサム、はい、この2人拍手をくれください。はい、リトルブロッサムの妹分かわいい2人組ユニット、初デビューは先日行われたリトルブロッサムのワンマンライブだったということで、ね、まだデビューしたてのユニットなんですけども超頑張ってくれましたね。トップバッターありがとう。ピンクブロッサムにもう一度大きな拍手を。さあ、そして2組目はドリームブロッサム、はい、前に出てきてください。はい、ドリームブロッサムはモテトルスクール生で結成されたユニット、可愛く踊って歌ってくださいました。はい、じゃあナイスポージング決めて、はい、ポーズ、かっこいい。はい、ドリームブロッサムありがとう。さあ、そして3組目はリトルブロッサムです。はい、JS5 人組のアイドルユニットということで、これは、女子小学生の略 JS っていうのはということだそうです。で、メンバーそれぞれがそれぞれの花のイメージを持つということでね、小さな5つの個性が花となって、そして花束となって素敵な幸せを私たちに届けてくれました。はい、リトルブロッサムありがとうございました。さあ、そして4組目、はい、コメット、コメント、はい、前に出てきて、ピュピュピュっと、はい、コメント、日本語、中国語、韓国語、英語が話せるグローバルユニットでした。あの、多国籍でね、結成されているということで、日本だけではなくて中国、韓国、イギリス、アメリカでもデビューを控えているということです。海外でも活躍していきます。コメントに大きな拍手を。頑張ってね。さあ、そして男女でかっこいいラップ聞かせてくれました。素敵な歌声、ジョー&水木、中学生の男女2人組ユニット、もうほんと大人顔負けのラップのジョーと、そして力強い歌声で引きつけてくれた水木の2人、まあ、コラボレーションでね、本当にかっこよかったです。ありがとうございました、ジョー&水木。そしてラストが、はい、大人2人、スロービーのお二人でした。はい、せっかくなんでスロービーのお二人、ちょっとあの一言何かお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ですね、あの、まあ、本当にこんな素敵な場所で、あの、まあ、同じ事務所皆さんなんですけど、あの、僕はですね、こんな素敵な場所で歌わせていただいて、そして暑い中皆さんね、たくさんの人に来ていただいて、本当にありがとうございます。手拍子もそうなんですけど、ありがとうございます。はい、ということでですね、あの、よかったらですね、あの、5月の14日にね、告知してもらったんですけど、僕たちは関西キッズコレクションというイベントがありまして、はい、大阪ビジネスパーク円形ホールで行われるんですけど、こちらに今日出演者、あのね、このユニット全員出ますので、よかったら皆さん一部二部になってるんですけど、よかったらですね、ぜひ来ていただければなと思います。はい、お願いします。あの、関西キッズコレクションで調べていただければ、あれ、あの、ホームページだったり、あの、フェイスブック出てきますんで、チケットのお問い合わせはですね、ともくんメールアドレスをね、info@kkc.xxxx4 つですね、 x4 つ、はい、の後にドットコムで出てきますので、はい、皆さんよかったらぜひ見に行っていただければなと思います。本当に今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、みんなキッズステージのみんなにもう一度大きな拍手を送りください。ありがとう。はい、じゃ気をつけてステージから降りてください。ありがとうね。はい、あー、もうちゃんとね、お行儀よく元気に挨拶してくれました。はい、ありがとうございました。